おはようございます。8月1日火曜日です。本日の水揚げ状況は少しはありますね。夜は出れたようなんですけどね、まあそんなにたくさんは出てないんで、まあ昨日よりは少し魚がありますね。良かったです。おはようございます。はい、じゃあ見ていきましょう。おはよう。よし、やばそう。あははは、ほんとね。はい、隣の鈴木ですね。はい、その他鳥もね、少し出てますので、小物も少し上がってます。はい、大変なことですね。ハモも、まあ今日はね少しはありますね。まあ安くはならないと思います。はい、活魚ですが、ああそうですね、まあわずかですけど一応は出荷予定にはなってますね。まだまあ出荷前なんで何が出てくるか分かりませんが、はい、競り場ですが、あ、今のところこんな感じ。まあまだ少しずつね水揚げされてますんでね、もう少しは増えると思うんですが、なかなかね夜の少しの合間だけに出たんでしょうから、そんなにはたくさん出てこないと思います。今年この平太郎が本当すごい取れてますね。今までねこんな続けて上がることもなかったんですけどね、こっちとしてはありがたいんですけどね。平太郎が多いな。はい、こちらにはチヌが少し、昨日もチヌ高かったですね。まあ、とにかく白身が少ないから、ありとあらゆる白身が今、おはようございます、高くなってますね。ああ、ヘダイが1枚だけ、今ねこのヘダイが取れればほんといいんですけどね、よう超えてるし。ただほんとなんか今目の大きい消えてますね、こいつが。どこ行ったんでしょうか。はい、こちら青ガニがこの間からチラチラ見ますね。サイズがねちょっと細いですよね。これもね結構身は美味しいんですけどね、味噌はね私的にはあんまりこの味噌はうーんって感じなんですけど、身は普通に美味しいですよね。はい、こちら、おはよう。やっぱり出るな、しっかり。今日もハモですかね。ハモ狙えよ絶対。ああ、おー、大きなマナもありますね。でかいね、いいマナ。まあ例によってね、この本当マナガツオって取れないこともないんだけど、まとまって上がるとね、下関の方に持っていきますしね、とこちら出てくるのは1枚とか2枚とかね、こんな感じですよね。まあ下の方がねいい値がするみたいなんで、漁師さんのねいろいろ作戦であると思います。はい、見物、この見物もねもう何回も言ってますけど、本当今年はこれ多いんですよね。いつもね本当欲しいなっていう時ね大体ないんですけど、
今年は本当いつでもあるって感じ。漁さえ出れればね。この暑さに関係あるんですかね。暑いと余計取れるんでしょうか。どうなんでしょう。こちら出荷前の赤たちがカゴの中に。これでかいっすよこれ。これねめちゃくちゃ美味しいんですよねこの魚ね。うちはねこれ買った時はあの唐揚げにしますけど、ほんとまあ大きさが大きさなんでねあんまり食べるとこはないんですけど、めちゃくちゃうまいですよね。はーい、はいって感じで、今ねまだちょっと出荷が続いてますね。もう少し増えるんじゃないかな。はい、送りの2ですが、まあぼちぼちってたとこですかね。そんなに多くはないですけど、まあこれも昨日よりは少しありそうですね。はい、今日はね、久しぶりにムツが入っています。韓国ですね、今日は韓国ムツ。ちょっと殻はこの山子もいいんですが、まあそれでも魚自体はね小物は少し出てきてますんでね。渡り、小エビなんかも結構ありそうですね。おはやかちゃん、おー赤たちでかい。欲しいなこれ。これちょっと買おうかな意外に狙う人が多いかもしれない。はい、ルート君すごいな。他の人が出んでもルート君だけは出るもんな。あ、ハモもエネがするでしょうね、この辺。はい、タコはねまた少ないんですよね。まあ出てないっていうのがもうまず最初なんですけど、まあこれいいタコやね。あれすごいな、本当に今高いんでね。これでもおそらく小売りまで値段を予想するとこれ1個で8000円ぐらいするんじゃないですかね。本当に高いんですよ今。ないね、タコが。赤エイもね全然今数見ませんもんね。で、よう超えてる今。これも今いいですけどね。割とやっぱあんまり安いには買えないですよね。結構いい値段してますよね。まあ見物欄に比べるとこちら圧倒的に数が少ないんでね、その分値が下がらないんだと思います。はい、園長もね少しありますけど本当に少しなんですよね。いい園長ですけどね。まあこれも簡単には買えないですよね。めちゃくちゃ高いと思います。嫌だね高いと。はい、車エビもちょっとだけ、ほんとこれ1個なんですけど、サイズがねほんとサイマキエビぐらいですよね。かわいい。まあ取れないんでしょうね。ちょっとエビもこれだけ取れないと相場の方がね。はい、こちら最近ねちらほら本当見かけることが多いようになったってきたんですけど、横筋食いだ生き締めですね。まあ用超えてますけど、少しスマートになってきたのかな。それでもね
そろそろ終わるんかな。でもまだよう動いてるな、これ。はい、少しねタコがありましたが、まあそれにしても数はねやっぱ少ないんでね。まあ欲しいんですけどね、1個どれか頑張ってみたいですが、どうでしょう、買えるかな。はい、活業ぼちぼち出てきたんですが、まあまあ少ないのは一緒ですけどね。まあこっちですね。まあこれはいい方ですけど、今日はねこっち立てが出てないんでね、こっちも少なそうですね。まあ、こっちもよう超えてますけどね、一匹か。こちらヒラメが少し出てきましたね。まあまあの大きさですけど、そうですね。これでこちら 1.5 キロぐらい、まあ大きい方でも3キロですかね。高いでしょうね。はい、こちらは天台。本当にタイ見ないですね、今ね。あ、これいいね、結構。結構鳴りもいいです。あ、なんぼするんでしょうね、これ。高そう。はい、こちらは可愛いタイの天台ですけど、もうこんだけね、少ない日が続くとですね、もう、その素性とか鳴りとかね、それ以前にも勝手に値段がついていってしまいますんでね、もう本当なかなかね、納得したものを納得した値段で買えるっていうのはなかなか今ないですね。はい、競り始まりました。ベル直ってないじゃん。はい。よしよし、まあただ狙うものは少ないんでね、どうしましょうかね。下一緒ですか。
早いですね。はい、私も戻って頑張りたいと思います。はい、火曜日の水揚げですが、まあ昨日よりはねわずかに増えたんですけど、まあ相場がすごかったですね。もう本当にね、まあ安いのは本当一部だけで、あとはねめちゃくちゃ相場良かったですね。豚エビもいい値段でしたね。私1個も買えませんでした。はあ、まあねずっとない日がね続いたんでね、なんとなく分かるのは分かるんですけど、それにしてもちょっと異常な値段ですね。なかなか魚が揃いません。はい、ということなんですけど、まあ今日もね天気自体はね良さそうなんですけど、明日がまた水曜日ってこともあってね、漁師さんどうでしょうかね。まあ出れれば出てくれるとは思うんですけど、どうでしょうかね。そんなに多くないかなやっぱり。はい、明日の来てのお楽しみです。はい、ということなんですけど、まあとりあえずはね今日火曜日、今日一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それじゃあね戻って頑張りたいと思います。はい、火曜日の水揚げですけど、まあ昨日よりは少し多かったかなっていう感じなんですけど、まあ全体的にはやっぱ少なめですよね。まあおかげでね休み明けから昨日今日とそんなにないんでね、相場がすごかったですね。まあ本当物によっても手も足も出ないっていう感じですね。もうはるかにね毎年お盆価格っていうのがあるんですけどね、まあそれをねもう、はあ、もうはるかに上回るような値段がついてました。もうタコなんか食べれないですよね。はい、ということなんですけど、まあねちょっと予報を見てみるとやっぱりね風が少し出そうなんですけどね、台風の動きもちょっと気になりますけど、まあどうでしょうかね。今週ちょっと、厳しいかなっていう感じはしてますけどね。はい、少しでも上がってくれるといいんですけど、まあとりあえずはね、今日一日をしっかり頑張って作っていきましょう。はい、作っていきましょうって私のことですけど。はい、今日一日を頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、頑張るしかない。はい、お店到着です。ああ素晴らしい天気ですね。雨の心配はなさそうですが、何やら風が吹くような予報ができます。どうでしょうか。はい、さあ頑張って作っていきましょう。よし、
丈夫ですよね、でもね。あれ曲がってくるかもしれない。ああ。はい、これです。久しぶり。はい、お待たせしました。お腹開け、お店でね。できました。高田地久しぶり。すごい大きいね。渡辺くんがなんか持ってきてくれたみたいね。撮った。見てこれ。すごい大きいよこれ。唐揚げでね出ると思います。中にね、平坦とね、これ、花頭。すごいかわいいね、これ。では、お腹、頭をね、バーッと盛り入れます。
たい。あと次ミイラに初期あそこに置いてからさ、干物、干物でしょ、いっぱい卵が、ね、こんな感じでバッチリで取っちゃったよ、取ってたね。実はね、ラインナップをしようと思います。昨日コメントいただいた方ありがとうございます。あ、杉本のまーちゃん、一応ね、コイカのことはね、社長気づ言っていますのでね、見てますのでね、まあしけてないかもしれんけど値段が高いかもしれんよとは言ってましたよ。もしね、あの8月の4日にご来店の予定なんですが、高くてもよかったら買ってくれるかな、その辺ちょっとコメントください、お願いします。はい、じゃあ今日から8月、今月もよろしくお願いします。では本日も行きましょう。今日ね、あのラインナップちょっとゆっくりしますね。はい、おせえって思うじゃんかもしれないね、社長。上巻き、アナゴ、エビ入り、はい、アナゴの押し寿司、いなり寿司、アジ、せつき味の握りに、バッテラ寿司、上巻きアナゴエビ、アナゴエビ入り、一本アナゴ巻き寿司、海鮮ちらし寿司、握り寿司、これ大人気海鮮コロコロ丼、これ結構入ってるんだよ。エビ巻き、カッパ巻き、海鮮巻き、サラダ巻き、エビキュー巻き、テッカ巻き、巻き巻きでした。お刺身です。いきますよ。たけちゃん来るの？あ、今日は来ないのも。はい、お刺身もバッチリで取ります。しまあじ、生サーモン、キラソ、ハモ湯引き、綺麗ですよ、こんな感じね。カジキマグロ、ヒラメの縁側、今日はあります、残ってる、珍しい、2点盛りもあります。イキヒラメ、これは養殖です ね、カジキマグロ、イキダイ、本マグロ、本マグロ、ビャーっていきまして、天然ヒラメですね、これは。これもすごい脂ありました。本ガツオたたき、イキダイ、こちらも大きいよ。こんな感じでね、お刺身たっぷり出ております。はい、ウニも出ております。はい、エビトロに本マグロとなっております。今日ね、魚も充実しました。アラをぶち叩きました、これ。トレンチョとサーモンのアラに、イスゴフライも売れましたね。やっぱパン粉つけると売れるね。キツネガレイもこれいっぱい入ってます。北海道産、
韓国産の赤ムツノドグロ入りました。こんな感じです。車エビ天然地物アマダイも入りました。家庭物もモギモギしました。あとね、サワラ、サワラも綺麗なですよ、萩さんの。あゆ、あゆにキラー、そのカマもね、塩いっぱいかけたって美味しい。はい、主人、こんにちは。少々お待ちください。あ、はい、これね、土曜日におばあちゃんに良いよチョケって言われたやつ。はい、14、15、16はお休みです。でね、こっち。これはお仕事します。8月の11、12、13。祝日、何の日やったかな？土曜、山の日？海の日？土日営業いたします。ぜひぜひご覧、来てください。暑いね。そしてね、今日のおすすめよ、これマイワシ。これね、今日私買ったんよ。これ頭は萌えだけどね、塩焼きしようと思って。あの梅煮とかも絶対美味しいけどね。梅煮最高と思う今の時期。平太郎とエソの認知となったかな。そしてね、まだまだうなぎを食べて元気頑張りましょうね。これこんな感じで目と桃も出ております。ちょっと一回止めます。よし、今度はねお惣菜いくよ。エビチーズ、エビチーズの大葉フライに野菜コロッケ、平太郎の唐揚げにね、サーモンのカマ、キスゴのフライ、シシャモ塩焼き、エビカツにタイのアラと、これはチヌ、何やったかな、何のアラやったかな、昨日胡椒大、何やったかな、胡椒大のカマとホッケの塩焼き、車エビ地物のね天然車エビの鬼漬け、これ朝ね1個こっそりもらったの、1個余ったっけ、余った、1個半端になったの、ちょっと食べちゃった。高級、内緒ね。エビと春雨の酢の物にイカリングフライです。これもね揚げたてをね1個ねもらった、もらったっていうか取った、うん、もらったらいいよね、食べなって言われて、美味しかった揚げたて。これも美味しそう、サワラの西京焼きだって。昨日つけよったけど、よし見てるやろねこれ。あとね、メゴチの南蛮漬け、暑いけね酢の物食べて。これは磯辺のって、イワシの磯辺揚げ、磯辺の磯辺揚げ、イワシの磯辺揚げ。あとはこれさっき言ってないよね、アジの梅しそ包みぐらい、たこ焼き、桜エビのグラタンコロッケに赤魚の煮付け、カレーの煮付け、サバの南蛮漬け出てる、珍しい。おー、いいね、マサバ。エビフライに、カキフライに、イカ串、甘マス。これ朝ね、かぼちゃがぶち甘かった方。すごい美味しかった。芋天だけ売ってるんかなと思って売ってなくてね。残念。じゃあ美味しかった芋天が、イカリングフライ、ここにまたイワシのマリネに明太子クリーミーコロッケ、エビの甘酢あんかけ、おしゃれ、めっちゃね、作りたくないもんね暑いけ、ご飯はこんな感じで出ております。あ、高島さん、お母さんにね、無事ハンカチをね渡せました。夜ね、LINE が来てました。高島さんにお礼を言っておいてくださいってのことでした。ありがとうございます。
ねえね、今もっちゃんね、荒らしていってるけど、一人で終わらせたいと思います。本日もご清聴ありがとうございます。またね、明日元気にお目にかかりましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさいませ。